こんにちは山瀬のふりふです今日はメガネのカスタマイズについて少しお話をしたいと思いますメガネを快適にかけていただきたいということでそのお客様が選んだメガネフレームをねカスタマイズさせていただくことがあります今日はねそのサンプルっていうかいい例があるんでそれをご紹介したいと思いますえっ、ー、と、えー、こちらはねフォ、えーナインズの枠ですねでフォーナインズの枠ねもうかけ心地いいものが多くて えー、すごくいいんですけどもあのやっぱりお客様それぞれに合わせる場合ね、えー、カスタマイズがあったらもっといい場合があります。で、えー、こちらですね、えー、こちらはですねもともとは固定の花パッドがねついてたんですけども、えー、こちらはね金属のクリ,リングスをつけさせていただきました、えー、こちらの方がより、えー、アジャストしやすくなりますのでまあ、えー、このお客様の場合はねこうした方がいいっていう形で。 えー、させていただきましたそれでこちらはですねあのフランスのトラクションのねえフレームなんですけどえこちらもフランスの枠ということで、えー、花パッドがないんですねそして、えー、まあ、こちらはねこんな風に、えー、山線で今つけさせていただきましたこんな透明のパッドですね山線では一人一人のお客様に合わせてサポートをさせていただきたいと思っていますどうぞ気楽にご相談くださいお待ちしてますよろしくお願いいたします メガネの話題やサングラスの話題、そして自分の好きなことや趣味なんかを動画にしてアップしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。そして、えー、この動画をですね気に入っていただきましたら、サムアップ、いいねもよろしくお願いいたします。えー、楽しみにお待ちしています。ではまた。